2018年には金賞馬にも選ばれた。お客様に感謝を込めて。阪神競馬場第10競走はグループ5対象のリレースで2013メモリアルロードカドラーカップ芝 1600m 関西上2勝クラスのメンバー10頭によります競走です。予選の中ほどスタート地点です。10番のロックルーツは最後に1頭を受けて収まるところです。10頭のゲート順がつまり終わりました。再生完了、スタートしました。さあ先行争いです。まず間から5番のウスドルに伺いますが、こちらは4番のバモスローカー。14番ソウルオーディエンス460キロ増量なし横山選手56キロ。15番ブリューネーズリー484キロプラス田辺キロの56キロ。このレースの1着馬、2着馬、3着馬は来月22日の京都競馬場で行われます。第84回菊花賞に優先出走することができます。菊花賞の内にある第74回旭杯セントライト記念 G2 スタートまで申し込みでお待ちください。